伸びえね146キロ強いっすよ。ファーストだけナイスザーチュー。おーとバカラー、上昇大リーグ高校やっていきたいと思います。無敵、常に勝つと書いて上昇。ナイト行こう。ナイト強いもんね。最近調子いいよナイト。てかお前能力が本当に強くなったな。ずっとガードポイントが絶好調という時点でもう勝ち確でございます。ありがとうございました。サレンダーするがいいと思う。ナイト前回ホームランしました。ナイト行きます。相手はですねアルプス農業って言ってですね山梨県にありますね。山梨ともぶち当たるんだね。結構広いね関東圏内でね。あのアルプスっていうとなんかこう外国から来たかと思ったわ。観客に見送られて、ついに相手も留学生のチーム出してきたの。なんか高野連がなんかいいじゃん外国チームって。はい、ガードポイントが取られるわけもなくナイトの打席になります。まず相手のピッチャーの様子を見てみましょう。袴田パン145キロの DC、 シュートカーブフォークでございます。もう相手に追えませんよこいつらには。あら転生じゃない、広瀬海星。今のところ転生がいないですね。いた富士山転生 OB。 高田違う、ないかいないです、一人富士山だけ。普通にじゃあステータスがちょい強めの C ってやつでございましょう。あーでも一番強くても浦島君の290でしょ。こっちとらナイトよ、見せるナイト。ほらどうや、1から4番まで強いですね。うちはしかし野球はステータスじゃないセンスです。さあナイト引っ張りがうまいんだよ。お前は振り子打法からのね引っ張り。大丈夫、何か来るから3球のうち1球は来るから。第2球高めの球を振ってく。あいいスイング、いいスイング、豪快だね。ディ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 、スカウターの音です。ディ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 、ボール。次の球ストライク、内角高め、ホームランが打てます。ビビビビ、あれあれエラーエラー。ナイスバッティン、それをそういうファンできるの強すぎ。無理やりね。あ、来た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 、よっしゃー。ナイスナイト、素晴らしいです。続け続け、ツーアウト続かなかったです。あれノーヒットまだ、あっちいやワンヒット打たれたんですか。今日も何三振させてくれるんでしょうかね。ガードポイントはアウトコースの球振っちゃダメ。4風が悪かったかな。まあでもちゃんと引っ張ってくれるこのナイトのね引っ張りは本当にうまいわ。そんなエンジンしたってな、ガードポイント様は打ち崩せないんだよ。はい、チャンス来ました。試合が早いです。おっと職人マストが来ました。お、前回活躍しなかったスモールバレーがランナーにいますね。どうします、ここはイブシギにつきますよ。まああの4回裏なんでついてませんけど。あ、嘘です、ついてます。ここはね仕事人としてねしっかりと仕事をしてもらいたい。流して三遊間を抜かすシングルヒットということですかね。あれとバスト、でもこれは仕事をするためのブラフ。引っ張ると見せかけて綺麗に流す。これはヒットを打たなければならないマスト。見るね、を通してしっかりと仕事しますからね。インコース狙っている、分かっていると見せかけて投げました。はい、インコースを見せかけて、じゃあアウトコース勝負だと思ったところを三遊間に、あ内角ミッション失敗。投げ飛んじゃい言及、あいつだけ給料制だが本日はパー先発必要でございます。セカンドできるようになりました。補給 G です。いや怖すぎ、 DH DH。あの振りスイング見てみろこの野郎、おれ野球やったことねえけど、とりあえずこの金属のバットってやつでボールに当てればいいんだろう。なんでここに来たんでしょうかね。パワーもうこれからあのパワーだけ来たよ。パーマパーマストライクゾーンをもうクソフルスイング、おーよく見たよく見た、見られても困る。おっとガードポイント、前回ヒット打ちましたがここは変えられません。第9ナイス、他は見てけ見てけ、うん、結構袴田くんボール先行ですね。球数もしっかり投げてます。おっと振った、うおっとおっナイスキャッチだ、これはセカンド、おっとファースト、これはやってしまった。今のは取ろうよ、今のはファーストアウトですね。投げた方も確かに悪送球ですが、悪いのはファーストとなるやつ。あれは取って取らないとな。あチャンスが、チャンス F が消えた男、 F から A になったギャラクシー。ホームラン打って満塁男がついちゃおうぜ。先輩がいなくなってから荒ぶっています、このギャラクシー。本性を表したか、あんな穏やかそうなのに。
はいよー、先輩が投げて楽しい野球が、そんな感じが見て取れます。いやいいわ、うん、ガールボーイの先発の時に3点リードはもう勝ちなのよ。キリマンジャロ、さあ山の、あっち、ある、あっちアルプスだぜ。こっちキリマンジャロよ。キリマンジャロ、アルプスってさ、そのなんていうの、なんていうの、アルプスって本家どこ、一番有名なアルプスってどこ。ヨーロッパ中央部を東西に横切る山脈でございます。アルプス山脈とは標高4809メートル。マジで、うん、キリマンジャロは5899メートル。格上だそんな山に負けるわけないかん、撃てさらに強いエベレストってやつはもう引退した。初球ストライクだ。すごいなぁ、高いなぁ。富士山って3000メートルだっけ。そうだよ、高っ。あい、山負けた。アルプス山脈に負けました。うん、今度こっちの人でもね、あの山系来たらアルプスっていうのも面白いけど。おお、逃げ取られたけど、ガールパイト。この回はクリーンナップからの攻撃になります。はいはい、バッターは神奈川の安田製造機ナイ。第9、まさかガードポイント2点取られたな。ホームラン打たれたっぽいな。あれはフォアボールかなんか出てて珍しいな。第2球、アウトコースは振っちゃダメ。打ちました。スカッターで見てくださいよ。ピピ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 ピ、それだ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 、ドン。ボール球か。インコース結構ボール球多いですね、袴田くん。インコースはミス球でアウトコースで決めてくる感じか。投げました。そうっぽいね。アウトコースで決めてくるね。いいピッチングだ。袴田取ってアウト。おっと、ちょっと危ないんじゃないか。ガードポイントくん、どうしたんだ今日は。やはり前回のね試合がね不甲斐なかったからな、みんなの守備が。いやー、三振2個しか取れてないよ。おやおやおや、さすが地区大会。おわ、初球からサークルチェンジでタイミングをずらしていきます。素晴らしい。まあいざとなったらね、前回ね威圧感を覚えた天才ダーが来ますから。あ、投手威圧感バリバリですよ。伸びえの。第3球を投げました。はい、大丈夫。はぁ、あの守備やんないよね、ガードポイントさん。おっせーし、パーパーの守備じゃないこれ。ダメなの。こいつ本当に取んないね。前回もそうだったような気がする。何か、やっぱチームプレーバッタンかな。あとは任せたぞ、ザコどもって感じ。ねえ、やっぱね、俺は動かねえよ。1年生なのに全然。おっと、これはやられました。カードファイト、同点なんですよ。どうしたんだキリマンジャロ、お前さっき三振したぞ。代打がいないっていう。いないね、代打は。わ、もう山対決負けるわけにはいかない。キリマンジャロ投げが高い。タッチアップ、タッチアップ、タッチアップ。まあまあ、オッケーオッケーオッケー。絶対1点欲しい場面になったな。3番来ました。ナイト。ファイトで絶好調にして引っ張り強振、アットバセソが振るな。いやいいよ、そこは読め。そこはダメ。お前の打ち方的にそっちじゃなくね、スカウター。真ん中の球をライト前に運んでいく。素晴らしい、素晴らしい。さあキャプテンブラーも今日打ってますか。まあまあですね。強心臓はないか、やっちゃってくださいよ。ガードポイントさんのね、あの援護点を上げてください。第9投げた。打てよ打てよ、それ打てるよ。甘いですね。じゃあ打て。第2球投げた、打ちました。ナイスバッティー。アウトコースの球、無理やり打った。あっ、球打ちがつくそうだ。5番ザ・ジョー、大祭り男チャンスへ来ました。負けるわけにはいかん。ザ・ジョーはですね、この対変化球をうまく使ってですね、変化球を引きつけて流す。いや、今のとこだよ、今のとこだよ。言ったやつなんだけど、でも緩い球で持ってなかったっけ、こいつ落ちるやつ。第2球、はい、これザ・ジョー、ちょっと強すぎた。ザ・ジョーマジセンスを感じる。これでツーアウト、ランナーは一塁二塁。スモールバイ、スモールバイはセンスを感じないんだよな。強心臓持ってますけど、チャンス A もともとついてます。さあ代打にするか。サードですが誰かいますか。誰か、誰もいないな、誰もいないな。ベンチが弱いな、春なんで。広角打法のスモールバレーにかけるか。狙ってけ。第9、それだ。いいぞいいぞ、よく見た。スモールバレー A。 第2球外れた。なんかグラサンドバッグからスモールバレー A もらったメガネじゃない。夢へとつきた。広角打法、風が悪いし高すぎるけど入っただろ。入んなかったけど。ナイス、素晴らしいよ。お前も活躍するようになったな。スモークタイムリ
活躍するためにお前のメガネがねランクアップして最終的にグラサンドバックのあのグラサンになります。あれランク高いんだ。あれランク高いですね。あれいかに監督にね重木かっていうかね、あの従順かっていうのが分かる。あったー、眼帯増えていたりして。あパーファーボールファーボール、おー頑張ってるね。まあ、パーはもうね打って結果出すしかないからね。こいつ応援歌ないと思った。低めボール、ストライクゾーンまで顔めり込ませてさ、あの髪の毛にボールぶほってやってさ、どこだボール、パワーまさか頭パワー頑張れた、あ惜しい。いけんかあれで、ガードポイント頑張ってください。普通に打たれてんな今日。大丈夫でした。広瀬、後ろに控えるはブラーボ、キリマンジャロ、山対決勝ちましたね。広瀬、絶不調でございます。ここで一発で追加点あげたらでかいよ。やったて、ナイスバッティングだけど、レフト、落下地点に入ります。すげえ取り方だったけど、ナイスキャッチ。さあ、最終回ですね、ガードポイント。どうする、天才点するか、ちょっと怖いな。ちょっと怖い、ね、さあ、いよいよ最終回、山室。一応、バラライカの方が、セカンド補給陣はやばいって。さあここは守備、ダイビング。さあ終わらせましょう。第9投げました、ナイスボール。絶好調、ガードポイントがね負ける試合はない。100球以内に終わらせてんじゃんこれ。第3球はよし、サード、スモールバレー、スモールバレー。誰か取り来て、誰か取り来て、誰か取り来て、遅い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 、お前たちカバーカバー、危ねえな。これやっぱガードポイントブチ切れるよ。ちなみに前回切れて切れ丸になりました。初球に送ってストライク、もうそろそろ短期つきますよ。いやそれはダメだな、赤毒。投球これから2球目打った、第3球を投げた、ナイスボール、守備はねもう打たせないって決めました。ガードポイント3周取りに行きました。第9ガチで対ピンチが発動してるんだな、強いね。第2球投げた、ボール。今の首ひねってるのも審判にねイラついてるからね。第3球を投げた、はい、サードスモールバレー、送球しっかり、オッケー、アウト。ガード低い、ピッチャーでございます、ゼフチョウのピッチャーでございます。天才だ来るか、天才だにしよう、別に天才だ弱くないし。前回威圧感を覚えた天才だ、途中で変わると威圧感発動、投手威圧感を含めて考えて、ここで強心臓を使えるって考えると全然弱くないです。抑えます、俺は天才だ。ちょっとすっぽ抜けちゃったけど、ホームラン打たれても取り返しますんで、俺は天才だ。ナイスボール、わー伸び A が強い、伸びへの146キロ強いっすよ。ファースト取ってあげて、ナイス、おーっとバカ野郎、バカ野郎どもか、おー本当にバカ野郎どもか、ザーチューン。あのホームラン打たれたら逆転されちゃうんですよ。天才弾の球をホームランできるやつなんて高校生にいないやつさ。守備もろくないさっきから、はい確かに、さすがに取れるよね、仕事にマスト。よし、危ない危ない、怖いなぁ、怖いなぁ、怖さ。これで 50% 甲子園かな。そうだね、大体半分ぐらいの確率で甲子園ですね。ガードポイントがイラついちゃうよ、こんな守備じゃ。これはイラつくし、天才だ、もうマジ味方にいいやつから話すことになるよこれ。エラーが多いなぁ、送球ミスが、しかもひどいんだけど、内容が、キリマンジャロ君がデッドボールで食らいましたね。マストもダメ、なんかこう褒められない試合でございますよ。ガードポイントがパワー上がった、俺が打つしかないって。天才だがまた1キロ上がってる、マジ。もうだってガードポイントの球速超えたな、すごいな天才だの球速上がり。1年生で150キロってね、なかなかよ。さあそろそろちょっとね相手強くなってくるんじゃないんでしょうか。バン、おっと湘南前評判 B、これちょっと辛いかな、不安だな。さっきの試合見せられるとちゃんとアイテムで、天才だもうノリノリか、ノリノリ、ね、大丈夫ですね、ガードポイントも大丈夫ですね。単純に送球ミスとかが多かった試合じゃないんですか。天才だ頭よ、天才だよお前、偏差値75は天才、あの顔で、あの顔で天才か。